英才の研修英語コーチの中尾正弘です。今朝はですね、結果が出るのが怖い人ということでお話しさせていただきたいと思います。結果が出るのが怖い人っていうのはですね、知らず知らずのうちに今の自分が、評価されるのが怖い。今の自分っていうのは、その今の自分の実力、力がそれほど変わらない、自分自体がそれほど変わらないと知らず知らずのうちに考えている人ってことですね。で、逆に言うと、今の時点の自分は成長途中、まだまだこれからどんどん伸びると考えている人は、今いくらこう結果が出てそれを例えば批判されたりですとか、力が足りないってことが分かったとしても、それは今の成長途中の自分のことですから、その問題点の洗い出しができる。逆に言うと、批判されること、注意されること、この辺ができていないって言われることで、あ、じゃあそれを直していけばいいのかっていうことが分かって、じゃあそこから取り組んでいこう。逆にこうどんな結果でもその結果によって励まされる人っていうことになるんですね。ですから、もし今自分がこう結果が出るのが怖い、人から批判されたりですとか、ここは弱いよって言われることが苦手だっていう方は、もしかしたら今の自分が、もうそこで自分は成長しないっていうことを知らず知らずのうちに考えている人、信じ込んでしまっている人だと思います。ですので、自分がもしこれからどんどん伸びるためにいろんな結果、試験を受けたりですとか、いろんな人からの評価を得るときに、何かしら、苦手だと感じる人は、その辺の自分の考えがどこにあるのかということをもう一つ、もう一回、見直していただければと思います。多分そういうご気にしている方っていうのは、実は自分が成長したいと思っている人でもあるんじゃないかなと思いますので、その辺のところを一つ切り替えることで、どんな結果も自分を励ましてくれるものになるのではないかと思います。それでは頑張ってください。